謎解きは、ディナーの後で、は、東川敦也による、同名小説のテレビドラマ化作品である。本校では、同作品の劇場版である同名の映画化作品についても記述する。2011年10月18日から12月20日まで、富士テレビ系、火曜21時枠で放送された。第1話は21時から22時9分までの15分拡大。第5話は、 コナミ日本シリーズ2011第3戦、中日対福岡ソフトバンク戦の中継延長のため21時50分22時44分の50分、繰り下げ、第6話は、2011年、ワールドカップバレーボール男子、日本対キューバ戦の中継延長のため21時10分、22時4分の10分繰り下げ、第7話は、2011年、ワールドカップバレーボール男子、 日本対アメリカ戦の中継延長のため21時15分22時24分までの15分、繰り下げ15分拡大。最終話は21時から22時24分までの30分、拡大放送。最終話の放映に合わせ、12月9日から12月20日まで15時57分マイナス16時53分のチャンネルアルファ枠で。 1> 第1話から第9話が再放送された。影山役を桜井翔が演じている。放送終了後に2012年1月3日にて、放送のもう誘拐なんてしないにも、翻訳でゲスト出演した。宝翔霊子役の北川稽子は、原作の企画に携わり、北川と旧知の中だったフリーの編集者の推薦でキャスティングされた。撮影中、 その人物が、桜井の愛読書である絵本、馬のゴンタ旅日記の原作者、島崎康久の息子であることが分かり、桜井と北川はその話で盛り上がったという。原作の主人公は、宝章玲子であるが、ドラマでは、影山の活躍を前面に出す形をとり、羊として、主のことを常に見守るという部分を強調している。初回は原作に沿っているが、 2話以降は、犯人や、登場人物の設定を変更する、原作通りの真相にたどり着いたと思ったら、どんでん返しが入る、などのオリジナルの仕掛けも盛り込んでいる。随所にアメコミ風の演出が入るのが特徴で、他にも、北側は、劇中で語り部も担当する。また、上野公園の隣にある旧岩崎邸庭園の、洋館が、ロケ地となっている。 略称は、謎ディなお、ポスターでは、ディナーにちなみ、レオナルド・ダ・ヴィンチの名画、最後の晩餐をモチーフにしている。2012年3月27日に、スペシャル版が放送。完全な密室などございませんを原作とした、ストーリーで、国立以外にも、沖縄と香港を舞台とし、影山のラブロマンスも描かれる。なお、冒頭には、聖なる夜に、 密室はいかがでのトリックを応用したオリジナルの事件が挿入されている。また、2013年8月3日から映画も公開、それに先駆けて7月31日から8月2日に、スペシャル戦場探偵、影山、2日に、スペシャル、風祭り警部の受験坊が放送された。第29回 ATP 賞、テレビグランプリ2012のドラマ部門優秀賞を受賞。 1> 第1話、第2話、第3話、第4話、第5話、第6話、第7話、第8話、第9話、最終話、スペシャルスペシャル戦場探偵、影山2013年7月30日から8月2日に放送された。映画謎解きは、ディナーの後ででは描かれない、スペシャルドラマ。映画の舞台となる、アジア最大級の豪華客船、プリンセスレイコ号。あることから、 探偵をすることになった報酬を出し影山。持ち前のさえ渡る名推理で、乗客たちの依頼を、次々と解決していく、戦場探偵、影山の知られざる活躍を描かれた。スペシャル、風祭り警部の事件簿、映画謎解きは、ディナーの後で、のタイトルで映画化され、2013年8月3日に、全国東方形で公開された。 2011年に連続ドラマ、2012年にスペシャルドラマが放送された、フジテレビ系ドラマ、謎解きはディナーの後での劇場版。監督は、本作が映画初監督である、た方正人。原作を使用したドラマ版に対して、本作は映画オリジナルのストーリーを採用、豪華客船を舞台に、容疑者3000名の中での謎解きが展開される。 ドラマ版からのキャストゲスト本作ではシンガポールで初の日本国外ロケを観光物語の舞台となるプリンセスレイコ号の撮影はアジア最大の豪華客船であるスーパースターバーゴで行われた。なお日本映画の撮影でスーパースターバーゴが使用されるのは本作が初となる。2012年5月31日クランクインし7月末に クランクアップした。撮影は、スーパースターバーゴが、通常通りに運行される中、期間約10日で総移動距離2615キロに、渡る撮影が完工された。そんな中、桜井は、嵐で、メインパーソナリティを務める2012年度の、24時間テレビ35、愛は地球を救うの収録のため、1泊2日と2泊3日に、分けて参加。 バーゴ号の寄港地であるマレーシアのレダン島から小型ボートや車、飛行機を乗り継ぎ16時間以上をかけて帰日、サワホマレラ、サッカー、日本女子代表の選手たちと東日本大震災で亡くなったサッカー少女への追悼試合を行う24時間テレビの企画の撮影後に、先のルートを通じて再び乗船するという過酷な道ロケを行っていた。 全国306スクリーンで公開され、2013年8月3、4日の2日間で、公衆3億9、883万2、200円、動員32万2162人になり、映画観客動員ランキングで、初登場第2位となった。また、ピア初日満足度ランキングでは、第1位となっている。2014年1月に発表された、 最終講習は32.5億円。さらに、日本以外での公開も決定。ロケ地となったシンガポールをはじめ、台湾と香港でも公開されることが決まった。2013年7月31日から4日間は、映画のスピンオフとして、謎解きは、ディナーの後で、スペシャル戦場探偵、影山が放送された。テレビでの放送は、 2014年9月30日火曜21時から23時24分にフジテレビ系で放送された。ありがとうございます。